今回は栃木県日光市の心霊スポット鬼怒川橋へ行ってきました。鬼怒川温泉の廃墟群には心霊スポットとしても有名なのですが、鬼怒川橋は廃墟群から少し離れたところにある橋です。橋を正面にして左側に人形美術館、右に廃ホテル、不気味ですよね。電車の関係で日が落ちてからの撮影ができないのが残念です。日の入りが19時とのことなんですが、やっぱり夏は暗くなるのが遅いですね。暗くなると人形館とか不気味な雰囲気を醸し出しそうですよね。名前からして怖いイメージを持ってしまいます。この人形館をネットで調べると、日光人形の美術館と正式名称のようです。日光人形の美術館には和洋の人形450体が展示されているようです。古き時代から現在に至るまでの人形が展示されていて、市松人形、ビスクドールなど様々な容姿の人形を見ることができるようです。そしてカフェも併設されているようです。営業時間は9時から17時、定休日は水曜日、駐車場完備、入場料大人700円、子供300円でした。しかし栃木旅ネットの情報では、閉館と2024年6月22日更新となっていました。訪れた時は営業時間外ということもあり、閉館しているのかは分かりませんでした。ネットの情報も少ないこともあり、今営業しているのかの真意は分かりませんでした。市松人形があるとなっていたので、怖い話や階段に出てくる人形たちを生で見ることができそうなので、すごく興味が湧きました。道路は街灯に明かりが灯っているんですけれども、橋の上の街灯の電気はつきません。これは不具合なのでしょうか。もし夜橋の街灯がつかなかったらめっちゃ怖そうですよね。しかし橋を渡っている最中に、街灯が点灯したんですが、道路と橋では時差での点灯するようなシステムなんでしょうか。鬼怒川橋は2010年に放送されたおかしな刑事6話、明智伝説がつなぐ2つの転落死体で事件現場として登場します。橋から下を覗くとかなりの高さがあるのがわかります。岩場も多いことから落ちたら助からないだろうなと思いました。手すりは高くないので、実際には事件事故は起こっていないんだと思います。実際事件事故の記事はネットを調べても出てきませんでした。全国心霊マップではこんな怖い噂が書かれていました。昔鬼怒川橋で遊んでいた少年が橋から落ちて死んでしまうという事故が起きている。少年は知的障害を持っており、施設仲間と遊んでいたのだが、何の理由からか喧嘩になり、パニック状態に陥った一人の少年が橋から身を投げてしまった。手厚く供養をしたが、少年の魂はどうやら成仏できなかったようだ。鬼怒川橋で写真を撮ると少年の姿が映り込むと噂されている。命を落としたことにまだ気づいていないのかもしれないとのことでした。これ以外の心霊の情報は出てきませんでした。この噂の真相もわかりません。夕方でも明るく怖い雰囲気はありませんでした。夜間に行くと街灯もなく、
廃ホテルも隣にあることから異様な雰囲気を醸し出すかもしれませんよね。鬼怒岩橋を渡った先には鬼怒川温泉の七福邪気巡りスタンプラリーの鬼怒岩橋の木戸太郎ハンカキがいました。次回来るときは夜の撮影ができたらいいなと思っています。動画のご視聴ありがとうございました。いいね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。